こんばんは。ちょっとだけ。うん。ちょっとだけです。なんとなくクリアを考えてた。すごい。こんばんは。これさ、今日 S 字にしようとしてたらさ、ぷよんってなっちゃった。S 字にできなかった。めっちゃお腹だった。お腹すいた。めっちゃお腹すいた。そういえばさ、なんとカレンタンからいいねをもらったという報告があったんですけど、ちょっとでも存在を知ってくれたってことで OK？ OK ですか？ちょっとさ、やばくない？さすがにやばくない？あのカレンタンが存在を知ってくれてる？だったらめっちゃ嬉しい。やった、クリスマスギフトありがとう。私もクリスマスプレゼントください。音符ありがとう。オンリーワン、こんばんは。めちゃめちゃ調子悪い、ずっと悪い。むくみじゃないんだよね、別に。なんでだろうね。今日もかわいい、ありがとう。こんばんは。エゴさんのお渡し会帰り。おお、いいね、いいな。今日レッスン、いや普通に私は案件がありました。元気ですか？元気だよ。結婚しかけ1逮捕です。弱気逮捕。氷ありがとう。今日はね、とてつもなく三角チョコパイが食べたいんですよね。あれ、この前初三角チョコパイしたんだけどさ、めちゃくちゃ美味しくてハマっちゃったかも。やっぱチョコが食べたい。リナ、なんか何かしたからですね。チョコが食べたい。おみそが当たった。おお、おめでとう。よかったね。おみそかはぶち上げなんで、皆さんもコールでよりぶちかましてください。今日はゲリラ、そう、やるかやらないか迷ってました。用事はあったんでね。 I love you I love you Thank you 愛してラブルだね。小判ありがとう。ハートありがとう。いきなりもありがとう。リーボー、あれ気づいちゃいましたか？あれ気づいちゃいましたか？本当に可愛い。昨日も見てよ、リーナ。もうなんか毎日配信してほしいってぐらい、ちょっと結構ロスってる。もうもうロスってる。勉強の間にも BGM としてちっちゃい音でね流してるし、見ちゃうよね。美人さんやね。ありがとう。松枯れ、おはよう。あ、松枯れだった。それはもう行くしかない。行くしかない。存在知られたのは今後コンサートに招待される。え、そんなことあるかな。 SK のメンバーって分かってるかな。めちゃくちゃ行きたい。招待されたくても行くけど。コミンの配信見てたわけではありません。見てたんだね。最低です。結婚しかける10。OK、 どうしようかな。ピリピリ阻止で。昨日寒い阻止みたいな感じだったじゃん。なんか寒すぎてさ、お風呂入るときピリピリすんの。だからピリピリ阻止で。プレゼントありがとう。嬉しい。私のクリスマスプレゼントみんなありがとうね。髪型いい感じ。本当昨日と一緒。ちょっと崩れた。巻きが取れてきた。
プレゼント買いました。届いたらすぐ発送する。おお、ありがとう。やっぱみんなネットショッピングなんだ。だってあれだもんね。あれだもんね。女の子が、男の子が女の子のなんかショップとか行くのちょっとさ緊張するやん。ネットの方がいいよね。リーナ組、初見さんこんにちは。ぜひフォローして応援してくださると嬉しいです。こんばんは。今日の前髪何点？めっちゃ悪い。今日はまあ28点ぐらい。おはよう、おはよう。初見乱友で推しとつながれ。乱友、つながってほしい。でつながったらリーナ息できなくなるわ。今日無事に生活できた。おお、よかったよかった。何今日は無事に行って。いつも無事じゃないの？大丈夫ですか？プレゼントありがとう。雪だるまじゃなくてなんだっけ、氷ね。ありがとう。かのりちゃんかわいい。ありがとう、嬉しい。最近毎日ハッピセ食べて。ハッピセ、ハッパセ、ハッピセ、あ、ハッピーセットね。キティちゃん詰めてる、やばい。キティちゃんね、前メロだったら私やります。この前あったよね。でもね、めちゃくちゃ忙しい時だったからね、集めれなかったんですよね。 MAC に行く機会がなくて。三角チョコパイ白派ね。えリナはちょっとホワイトチョコ苦手なんで、真っ黒のやつです。初って今年初？初？何が初？初のデートキリーの何初って。初？何が初だ？初？あ、三角チョコが初って言ったやつ。あ、違う違う違う、もう普通に私の生涯の中で初めてです。人生で初めて食べました。チョコをちょこっと食べたい。チョコはいいですよね。ハッピーチョコ聞いてください。ハッピーチョコ。チョチョチョコチョコレート、氷ありがとう。ハートありがとう。かわいいね、ありがとう。なんか今日綺麗だね。いつもでしょ。ありがとう。久しぶりです。久しぶり、久しぶり。確かに久しぶりかも。久しぶり。早めのお掃除だ。ちゃんと掃除するの偉いね。こちら側の気持ちが分かりました。惚れる気持ちは分かった。でも押し待ちしようっていう気持ちと押し変しようっていう気持ちは全くない。分からない。もう分かり合えない。私はもう完全に単押し、オンリーワンです。カレンちゃんってオンリーワンみたいなやつあんのかな。オンリーカレン、オンリーカ、オンリーカ、オンリーカレンです。オンカレン、オンリーワン。配信でコメントとかしてる？してない、してない。あんまやってない。かわいい、ありがとう。プレゼントありがとう。私のクリスマスプレゼントまであとちょっと。マツカレよりスギリーの時代が来るといい。ほんとどっちの時代も来てほしいな。ミルセイさんと和解してるのね。まあ一応なんかそういうことで丸め込まれてるけど、どうなんだろうね。結婚しなければ逮捕です。ちょっとないから OK みたいになるけど、全然逮捕。メールが来て、クリスマスプレゼント買ったんだ。そう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 、よくメールをちゃんと見てくれてるね。そうですよ、今日プレゼント買いに行ったんですよ。お仕事してからプレゼント買いに行きました。ね、ちょっとかわいそうじゃん。リナたちはさ、サンタさんからさもらえるけどさ、パパとママは何ももらえないから、かわいそうだなって思って買った。みんな絶対言わないでね。絶対に言わないでよ、これマジで。言ったら本当にアイドルやめます。本当に言わないでよ。サプライズなんで。サプライズめっちゃ好きなんだよね、リーナ。サプライズなんか何事もサプライズがいい。
だからクイズとかもさ、なんかあ分かり始めてきたとかそういうのやだ。嫌です。ママにはディオールのねマキシマイザー買って、パパにはねビームスのマフラー買いました。でなんか男性の好きなものが全く分からなくて、だからどこで何を買えばいいんだろうって思って、女の子は大体分かるじゃん、まあこれ、まあ、こういうの最近流行ってるし好きかなみたいな、でも分かんないじゃん男の子じゃないからリーナが、で分かんないからなんか記憶をね探ってたのよ。そしたらねだいぶ前の記憶で、キョッピーがねなんかファンの方からプレゼントをいただいた時にビームスのプレゼントをいただいて、でそれでなんかビームスじゃんめっちゃセンスいいみたいな言ってるのを思い出して、ビームスそれあげればいいやって思ってだからビームスめっちゃいいんじゃないって思って買いに行きました今日。でもなんか本当に男の人ゾーンめっちゃ入りにくかった。しかもこんなさ、こんな子供がさ、こんな子供の女の子がさ、男性のねゾーンに入り込むのはだいぶね緊張した追い出されないかなとかめっちゃ心配したけど、まあ、カップルの人とかがいたんで、まあ、一応カップルがいたってことは女の人もいるやん、だからまあなんとなく馴染んどきました。しかもそもそもなんかそういうさブランドみたいなとかあんま一人で入らないからさ、ちょっと緊張しましたね緊張したな。しかもマフラーもなんか何がいいのか分かんないし、柄とか、もうお疲れんこれありがとう、ハートありがとう。学校ではポニテで言ってるの、うん、いつもこれもう学校のリーナですそのまんま、ハートありがとう。いや店が9月末で閉店してなくなったんよ、いつもは店で買う。あ、そういうことね、えらちゃんと行くんだ。私も行ったけどね、やっぱり実物見なきゃ分かんないしさ、ラッピングしてほしいからね。ハートありがとう。全然頼んだプレゼント届かないから31までに届けられないかも。それはちょっと配達頑張ってほしいね。ハートありがとう。昨日救急車乗ってきた。え、大丈夫そう、長生きしてよ今日お兄ちゃんかわいい、ありがとう。マイメログミまだ食べてないんよ、そう、もういつも忘れちゃう、まだ食べてないです。これありがとう。三角チョコパイ、あ、ね、初です。キャラメル出してほしい。キャラメル苦手ないよね、リーナ苦手でもないから、でもあんまかも、なんか固形のキャラメルは無理。でもポップコーンのキャラメルはいける、てかポップコーンしかいけない。カミラさんの舞台2月2日、2月2日は忙しくしてるな私、受験に制服の目に忙しくしてますね。ある程度の年齢いくと家族に買うという言い訳ができるので、女性物は店で買うのも問題ない。ああそうなんだ、確かに。逆にでもさ、年齢いかなくてもさ、若くてもなんか彼女に買いますとか勝手にアイドルを彼女にしちゃうとかね、できるじゃないですか。私ももしカレンタンにめちゃくちゃハマって、今後ねプレゼントあげたいみたいななった時に彼女に買いますって勝手に彼女にしちゃおうかな。まあでもリーナの場合妹とかお姉ちゃんとかの方がいいかな。勝手にお姉ちゃんとかにしちゃうよ推しを勝手に。ハートありがとう。グラコロね、グラコロってエビ入ってるの、めっちゃさグラコロキョッピーにおすすめされるんだよね。グラコロが一番マックのやつで美味しいみたいな。ハートありがとう。その服お気に入りですね、可愛いからね。プレゼントありがとう。キャラメルチョコパイはまた食べたくなる。え、
発売されてたんだ、知らなかった。リオリーナ、今日もお疲れ様、突然だからあんたの歌声が聞きたいから問題なければ一曲よろしいかね。別にいいけど、な、なに、なんだ、あなたとクリスマスイブとか言っちゃう、サビしか覚えてないけど覚えてるけど歌詞がね、歌詞も曖昧だな。せー絶対音階ないからさ、リーナ一発目からちゃんと音程出せるかわかんないんだよね。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう、いつか今日を思い出すわ、メリークリスマス and I love you、 メリークリスマス and I love you って感じですかこの曲めっちゃ好きなんよね、リーナ、こういう曲が好きです。コンサート行ったらあっけなく押し増ししてる未来が見える、最低ですねあ、そういえばそう、早くイヤホン買いたいんですよね、私アマゾンの方で買いたいと思っております。イヤホン、あのマイク付きイヤホンでもね、いつも思っての買いたいとは。でもなんか最近さ、 Bluetooth 化が進んでんじゃん、だからどのさやつ見ててもさ、なんか Bluetooth 機能ありみたいな。でも Bluetooth するとさ、音がね遅れて聞こえちゃうのよ、カラオケ配信とかすると。どこに普通の売ってんだろうね、マジで普通のなさすぎて困ってるんだよね。全部 Bluetooth ついてる、なんかちっちゃく書いてあったり。氷ありがとう、バラ Thank you very much。 バラの儀式、儀式ってどういう歌だったっけ、素敵な女のエゴイズムよ、懐かしい。入れ決めたら今すぐ去るしかないでしょう、可愛すぎる、ありがとう、嬉しい。優しさに涙、本当に泣いた厳しいんだね私そういうのあとありがとう、パパにあげるの可愛い。いや、あげますよ、録画中。え、やめてよ、サプライズだからね、これサプライズなのに先にお宅に行っちゃうの可愛い。え、言わないよね、みんな言わないよね、言うと思って言ってないからね、リーナ信頼してるからね、言わないでよ絶対に、その恐ろしいこと言わんといて。え、本当だよ、誰かが言いふらしたらもう私やめます本当だよ、同じくらいショックです、フリじゃないから。実はメール取ってるのは内緒だ、絶対パパ取ってない、言わないからサプライズの結果教えてね、成功すればいいけど。でもなんかさ、先に驚かれそうだから先に、え、なんならサプライズ好きだから嬉しいよりも先に驚いてほしいかも。え、なんかある、嬉しい、ママくれたみたいな、いやもうじゃないみたいなのがのよりも、え、なんかあるんだけどみたいなのがいいかも、嬉しいかもしれない。サプライズする側としてね、ちゃんと驚いてほしいので。いや、録画に収めたいけど夜中だとしたら暗くて見えないか、うん、パパとママのベッドの下に潜って寝よっかな、リーナも24日か26日、え23か25、ん24か26、どっちにあげようかなって今悩んでるんですよね。25は寝なきゃいけないから私は無理じゃん。可愛く自己紹介して、はい、 SK48 獣医師研究生のりーちゃんこと杉本リーナです。なんかクリスマスイベントみたいなのやってるので、ぜひクリスマスプレゼントを送ってくれると嬉しいです、よろしくお願いします。中学生でディオールとビームス買えるの偉くて
いやなんかそういうのがいいかなって思ってでもなんか逆にさ昔はさお小遣いとかで買ってたからまあクリスマスプレゼント渡したことないんだけど誕生日プレゼントとかお小遣いとかでさ、まあ、500円のハンドクリームとか可愛らしかったなって思います今はもうなんか自分のお金で買えちゃうんであの頃も可愛かったなって思いました。男性は若い女の子が好きだよ。うん、そうなんだ。多分女性もそうじゃない、みんなそうじゃない。私は若いんで娘から何もらっても嬉しい。まあそれはそうだと思うパパの意見になってね。ハートありがとう。自分で自分のこと子供の女の子っていうのが可愛いだってそうじゃんね、子供の女の子なんですよ私。丸々さんにプレゼントですかと聞かれなかった。いや別に彼氏さんかな、欲しいになってる。いや何も聞かれなかった。逆になんかリーナが質問した、なんかどれがいいですかねプレゼントにみたいな。お父さん幸せ者本当。スタッフに付き添って迷惑すぎる。追い出されるわくさ女の子だと親へのプレゼントを買うという言い訳ができるから店員さんに聞きやすい。でもさなんか女の子で子供の女の子でクリスマスプレゼントを親に渡す人なんてあんまいないじゃん。だから聞かないでくれって思ってます。あ、スクショタイム取るのでリクエストしてください。パパ喜ぶね、泣いちゃうよ泣いちゃう、嬉しい、喜んでほしいな。本人もお疲れんって言ってる。いや勝手にリーナ言ってる本人は飲み会やってて今気づいた。いいな、私まだこう夜ご飯食べてないんですよ。ハートありがとう。硬い固形そうダメなのよ。さカレーサンタ見た。そんなの見てないんだけど。絶対見る激化。何見てない見てないって。ちょっと楽しみにしてます。制服のみやるのか。やりますよ。女の子で彼女に買うっていうのはそれはそれで、あ、いい絶対音感なくても相対音感って何。リナハモリとかすぐに生み出せない人だから多分ない気がする。何の音感もない気がする。音波ありがとう。店に買いに行くとどなたにプレゼントですかって聞かれて何て答えていいか困る。どうするんですか。英語の発音がめちゃくちゃ素敵。まあそりゃね、帰国子女なんで本場の発音ですよこんばんはリーちゃん、いい声やった。リーナちゃんでめっちゃ可愛い。本当に思ってる。じゃあもう次のシングルとかあったらもう全部リーナに会いに来るしかないですねイヤホンおすすめの可愛いのあるって言いたかったけど優先希望。そうなのよ、優先じゃなきゃできないんでね。セブンに言ってる。Bluetooth ない？今 Bluetooth そう当たり前になってんのよね。普段だったら嬉しいんだけどさ、カラオケ配信ってなったらね、ちょっと Bluetooth はやめていただきたい泣くのはもはや特技なんでリーナの審査には受かります。リーナの審査？何の審査か分かりませんが、あ、そういうこと？驚く確かに泣くの特技だもんね。絶対リーナからプレゼントもらったら泣くでしょいつもは泣いてるもんね。受かりますねそれは。マツカレファンと聞いてきた。ゆいゆいって書いてある。ゆいゆい好きなんですか。ゆいゆいってさ、桜井ゆいちゃんのこと。マジでマツカレ本当に可愛くない？大好きなんですよ。しかも私ピンクも好きなの。まあちょっとこんな服もね着ちゃってピンクも好きなんですよ。やばくないですか。しかもねカレンタンからいいねもらっちゃったんですよ。やばくない。本当に私は会いたいですいつでも会いたいです。氷ありがとう。動画アップしても気づかれないかも。気づかれない？あ、パパたちに20か1日遅れのがいい。でもなんか慌てんぼうのサンタ感出すのもいいなって思ってる個人的に。あら可愛い、ありがとう。プレゼントありがとう。もうそろそろ終わりますよ。からのツンデレで自己紹介。ツンデレか。はい、はい、
SK48 樹液研究生のりーちゃんこと杉本りなです。別に応援してとかクリスマスギフト欲しいなとか思ってないけどね別にくれてもいいんだからね。これがツンデレですね。出遅れた。こんばんは。プレゼント氷ありがとう。はいはい。 Do you speak English? No 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 I'm not well speak English. Yes. ハートありがとう。サプライズポーズちょっと置くか。でも置くとめちゃくちゃキモくなるんだけどサプライズポーズじゃあびっくりした。OK。 両親にサプライズポーズ。両親にそっちバージョン。両親にか。じゃあパパとママがどう喜ぶか的なポーズする。どう喜ぶだろう。じゃあもうこっちで。なんかカレンタンがさ驚くときにこうやってやるの。ちょっと私もそれをね真似ました。生まれて30秒で。どうしようかな。OK。ブレた。リーナが手で持ってるからブレそう。ブレてないよね。大丈夫？スマイリーポーズ。見た？通り目。激アツだったよね。やっぱ竹道ね、性格本当にいい。リーナに反抗期来なさそう。いや絶対来ない逆にみんなに反抗期するかも。制服の目ポーズ。ちょっとあの手もね、右左こだわりがあるんで。これから毎日やりそう、このポーズ。OK。 メール届いた。いろいろごめんね。ごめん、まだ見てないんだけどさ、いつも夜に、最近はね夜に見てるんで、12時とかに見てるんでまだ見てないけど、いろいろごめんね。いやこちらこそ本当にごめんね。まあ、今後はもうあのね、しっかりとしたありがとうございますを言うので覚悟しておいてください。いそな、めっちゃいいやつね。いいやつなんだけどグレちゃったね。お疲れんポーズ、そんなんないんだけどさ、ごめんのさやつのお疲れって感じでいい。ごめん。OK。 ブレた。 OK。 ビームスポーズ、むず。まあいや、マフラー買ったからさ、マフラーの時のなんか手なんかこうやってやるやん。OK。 こんな感じ。難しい。ビームスってなんかポーズあんのかな。I love you. Thank you. コーリーありがとう。やばい、過ぎた。ハートありがとう。初見です。きっと初見じゃないよ。初見マークついてないからきっと初見じゃないけど。こんにちは。初見さんオンリーワン。こっちは本物の初見でした。こんにちは。マイキーとイザナとチフユのフィギュア飾ってる。すご。いいな、チフユ。久しぶりに配信見れました。先週の E ライブオープニングアクトでリーちゃん財布った。ありがとう、嬉しい。セブンのアップルの公式の優先のやつだから大丈夫。あ、そうなんだ。じゃあそれにしようかな。相対音感は基準となる音があれば他の音階が分かること。いやー分かんないんですよねSK しか分かんない。それで大丈夫です。あと、ありがとう。 AKB の方か。 AKB の方のゆいゆいさんね。あ、でもカレンちゃんも好きなんだ。一緒だねカレンタン可愛いよね、マジで。これありがとう。りーちゃんはまだまだサンタ来るね。そうだよ、みんなっていうサンタもいるからね。これありがとう。ツーは得意だよね。うん、デレの方がむずいツンデレの自己紹介めっちゃ好き。本当？欲しくなさそうならプレゼントあげません。欲しいよ、欲しいよ。何言っても可愛いから OK。 やった、甘くて嬉しい。
甘い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 の好き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 、リオと違いなんだ君がとびきりのスイート、甘い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 一年で、なんでこれ214なんだろうってずっと考えてるんだけど、なんだったと思う？全身どんな感じ？え、ごめん、ちょっとね、私の手の長さが足りなくてごめんなさい。もみもみにパパとママへのプレゼント買ったの秘密だよって書いてて大丈夫なんでしょうか？え、大丈夫でしょ、秘密だよ、絶対言わないでよ。いや、こっちに反抗期来るのも困るんですけどまあ常にみんなからしたら私は反抗期なんで、私的には反抗期じゃないですけどね、性格的にね。これありがとう、最高にぶりっ子ポーズ、ちょっと頬を膨らませてるのがポイントです。OK、ハートありがとう。少しだけど配信間に合ってよかった、ありがとう。もう終わる時間ママメール撮ってない、絶対撮ってないって、3日連続配信すごいやん、3日も連続、これありがとう。 SK 電機の配信当たった、行くんだね、行くんだね、それでマジ泣くよね本当に。これありがとう、大晦日外れちゃった、え、それは残念です。まあでも DMM で盛大なお祝いを、お祝い、まあ、盛大にペンライト振ってくださいチェキ100点満点な画像でした、宝物にされてマジでありがとう。選んだんだよ、なんかね、一人ずつ選んだ、この人こういうの好きそうだな、あ、この人こういうの好きだなみたいな選びました。こちらこそありがとう。最近なんでそんなに優しいの？別に変わらないです、冬の効果ですかね。前までめちゃくちゃ厳しかった、そうか、でもさ、君は厳しいのがいいんでしょ、 M だからね、ビームスの M じゃないよ。パンコキ、パンコキはないかな私ブリコリちゃんかわいい、握手会でしてもらおう、ね、これだけなら全然します無台詞とかなければ、無台詞も別に台詞考えてくれれば言いますよ、でも考えるはできません、私そういうの苦手なんで。今日はポニテル、そうだよ、体調には気をつけてね、気をつけます、冬の女なんでね私。あと似顔絵そっくりで笑い転げた、似顔絵、あ、カエル似顔絵ね、びっくりした、いつ似顔絵描いたっけって思ってそれはよかった、よかったです頑張ったリナラームで朝から元気に頑張ります、頑張れ、朝から元気にこうやってやるんですよ。うわ、厳しい、好きなのバレてる、いや、どうせそうだろうなって。ミニポスターに私の顔マジで書いてあった、え、書いたよ萌えセリフもお願いします、あ、いいよ、言ってくれたらね、セリフ考えてくれたらね。じゃあ恥ずかしい、恥ずかすぎて言っちゃった恥ずかしいセリフいっぱい作って言わせるわ、え、どうせ忘れるでしょ、どうせ忘れるでしょということで今日は配信をおどかしますじゃないわ、終わります最後まで見ていただきありがとうございました。てかもう普通に20時になりそうということでね、また配信内容はまとめに書いとくのでチェツクお願いしますそして今日もマツカレーかわいいですです。じゃあちょっとコメント読んだら終わりますね。みんなも、あ、今日もね、あのクリスマスギフトありがとうございました。私へクリスマスプレゼントが回ってきますように、ポイント達成できますように。恥ずかすぎ、そう、恥ずかすぎてちょっとで多分友達に似たんだと思う、リーナの友達とかさ、なんか恥ずかすぎとかさ、なんかセクシーとかさ、なんかスイって言うんだよね、おいスイみたいなわざとね、滑舌が悪いとかそういうのじゃなくて、ふざけた時にね、多分それが映ってました。チェキは厳重に保管します、もうダイヤモンドが入ってる、なんかあのガラス張りみたいな感じのところに、ね、入れていてください好き
きそうなチェキ選んでるのにしてほしい。まあ、この人多分これ好きだろうなって。はい、ありがとう。こちらこそ。こちらもラブ。これからもラブね。ありがとう。勝手にスクショタイム。皆さんはツンデレだと思ってます。ツン多めとツンデレ。そうなんですよね、ツンツンデレなんですよね。デレは合わないかも。またありがとう。え、でもさ、え、トーク会とかちょっと出れない？ないか。ないか。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すいた。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。またね。お疲れ。お疲れ。お疲れ。みんなお疲れ。また彼。また彼。お疲れんちゃちゅみ。お疲れん使わんといて。それみんなだけの言葉なんで。クマさん。やめて。リーナは言ってないからね、そんなこと。チェキは勝手にマヨメロさんにぶち込みました。あ、ほんと？やった、嬉しい。好きに囲まれて、なんか月に変わってみたいな感じになっちゃった。それするのにいくらかかるんだろう。出れ。どうだろうね。どっかへ出られた記憶はない。リーナもない。リーナもないです。じゃあお疲れ様でした。ありがとう。ペコリ感謝です。こちらこそ。鈴木ひとみちゃんがね、ペコリみたいなやっててめっちゃ可愛かったんだよね。やっぱりツン対応だった。もう私はツンなんでね、そういう性格なんで。性格は変えれませんよ。今さらみんながさ、みんな大好きだぴょんみたいな言ってたら困るでしょ。困るでしょ。大富豪強くなった。まあルールはあんま分かってないけどな、なんとなく。またね。カレー食べるいいな。お疲れ。お疲れん。いいな。大好きだぴょん。そう、大好きだぴょんとかね、まあ言いません。ということで、違和感ね、それの違和感感じちゃうよね、やっぱり。それやりだしたらちょっと嫌いでしょう。困らん。あ、ほんと？すごい猛者ですね。目指せマツカレ。そうだよ。あれ、気づいちゃいましたか？いや、目指せマツカレですよ、本当に。私マツカレになります。マジで、目指しています。かわいすぎて。ということで、今日はありがとうございました。だいぶ大幅に延長しましたが、バイバーイ。